皆さんこんにちは、シラックスです。今日の練習を振り返っていきます。今日はね、もうめっちゃ調子悪かったです。で、 T シャツのことなんですけど、今ね概要欄に貼ってあると思うんですけど、 T シャツ注文がねできます。で、25日までって言ってたんですけど、すいません、24日の2時までに注文いただかないと今年中にね送れないということで、まあ、25日にも注文できるんですけど来年となってしまいますので、よろしくお願いします。ロンティーパーカー、またねトレーナーっていうのも発売して T シャツも復活したのでね、僕が練習で今着てる T シャツですね、めちゃめちゃ動きやすいんでね、よかったら見てみてください。では練習のね反省に戻りたいと思います。で、鉄棒ですね、結構ね持つ時の持った後のさばきが少し良かったんじゃないかなと思います。近くで持ってしまったんですよね。でも今日はその後の車輪は肘を伸ばして回すことができたので、かなり良かったんじゃないかなと思います。まあ持つね位置をまず綺麗にするっていうのが大事なんですけど、まあそっからね自分がうわってなっても、そっからどれだけいい形で終わらせられるかっていうのもね大事だと思いました。で、折りねこの前こけたんですけど、後ろにねダダダって動いて終わりましたね。いや、ここもね毎回止めれるようにしたいんですけど、やっぱり投資に比べて体力が余っている、それを考えて自分でね下見てやんなきゃいけないなと思いましたね。やっぱり投資ってギリギリの中で思いっきり回すけど、技がねこれしかやってない中での折りってなるとね、かなりね余裕があるみたいですね。みたいですね、知らないですね。もうそれをねちゃんと調整してやっていこうと思います。そして跳馬は突き手の練習しました。最後ねかなり良かったですね。自分で突く、手前に突くっていうことができましたね。そして平行棒ですね、まあこの前に各技ね確認やったんですけど、ちょっとこの練習をね見てもらいたくて、これがねほんまにかなりつながると思うんですけど、しっかりあふるっていうところと、あふりのタイミング、これがね僕一周回したら次のもう一周回せないんですよ。これが回せないとねいけないと思ったので、ちょっとね練習していこうかなと思います。そして床ですね、床は各技確認しましたね。蹴りが今日はすごい入らなくてきつかったですね。まあなんとか今のもね止めましたね。そして次、伸身の宙返りですね。まあ、タンタラやって床やってっていうのをね、なんか交互にやりすぎると少しねおかしくなっちゃうなっていうのはありますね。あとタントラだけやりすぎても床の蹴りをね忘れてしまうので良くないなと思いましたね。そして今の1回半は少しね蹴るときに胸を当ててひねり切るっていうことを意識してみたんですけど、まあ、ちょっとね良くないかな、ちょっとそれをやりすぎると蹴りが入んないかなっていうのを感じましたね。そして2回半、今のはねひねり不足がかなり多いので、もう少しねひねるときギュッとね小さくなって、で床をねしっかり確認したら、もう前を向いてから合わせようと思います。そしてこっから技ですね、ダイビングダブルハーフ、蹴りが入ってないですね全然。でもう床見てる余裕もないのに見ようとして、全然回転力が足りないままで、あと蹴りでね腰が入ってなかったです。これ今日全部言えることなんですけど、なんかねちょっとくの字になってるというか体が、まあ、なのでもう少しね入れ込んでしっかり張って蹴りを入れていきたいと思います。いや今日はちょっと悔しすぎましたね、もう全然練習になってないっていう感じでした。そして3回ひねり、まあ、ここは少し良かったんですけど、まあ止めれるぐらいの余裕がないといけないっていうのと、もっと開いてね、開いたっていうところがパッてね見えるような演技でやっていきたいと思います。そしてマンナと十字倒立ですね。十字倒立は頭をなるべく床に近づけつつも、体はねしっかりと垂直になるっていうことをね意識してやりましたね。かなり難しいんですけど、それができるだけでね 0.1 とかっていうところを稼げるので、もう大事にやっていこうと思います。そしてあん馬ですね、後半もう3技折りですね、いい折りができましたね。これは熱い、いやこれをね毎回出せると 0.1D スコアが上がるんでね、これしっかりね練習していこうと思います。まあでもね、いざとなって本番でねやるかやんないかってなった時に、 D でもなく E でもない折りで降りてしまったらねもう終わりなんで、そこはしっかり決め切ってねやっていこうと思います。そしてフロップ系、もうコンバインでねちょっと手が遅すぎましたね。なのでしっかり手を入れるっていうところをやっていきました。まあ、ということでね、僕の今日の練習でした。まあ、ちょっとね、きつくはあったんですけど、まあ、こういう日もね、ちゃんと練習してやること決めて淡々とやっていこうと思います。いつも応援ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。